いやあ、ランスランス。どうも、ミスター武将でございます。本日は戦国時代歴史解説、家康の徳川改正編でございます。はい、徳川家康。まあね、日本で一番有名なね、戦国武将の一人とね、言ってもいいと思いますけども、えー、今ね、どうする家康というね、大河ドラマもやってますけども、ね、もともとね、徳川っていう名字じゃなかったんですよね。まあ、最初の名字は松平だったわけですよね。はい。だからドラマの中でもね、えー、松平元康と名乗っていて。 で全然その歴史ねね知らないいよっていう、えー、人はです、ねえー、ちょっと待って松潤は家康徳川家康をやるんじゃなかったの松平元康って、えー、誰どういうことっていうふうになった方も、えー、実際いるらしいですねいらっしゃるみたいなので、えー、この辺りをですねちょっと今回ね解説していきたいと思います。なぜ、えー、松平かから徳川へ変わったのかという、ね、お話ですね。まあ現代でもね結婚を機に名字が変わったりとかね、まあ、私もね両親が離婚して名字変わってますけども急に重い話急に重い暗い過去の話。 出ましたけども、まあ、それでね名字変わることありますけども家康のこの松平から徳川にるの改正っていうのはそういう理由じゃなくてですね非常にこう政治的な政治的にどうしても名前を変えなくてはいけなかったと、ね、いうところがありますのでこの流れもねめちゃめちゃ面白いんですよ。いや家康は松平から徳川に変えるのにこんな大変な思いしたのって、ね、いうところがね分かりますのでぜひねこちらを皆さん学んでいただいてですねあ戦国時代ってこういうなんかいろいろ面倒くさい手続きがね戦国時代にもあったんだなと、まあ、そういうことを知っていただければね何よりかなと思います。 それでは行きましょう。飯康の徳川改正のお話でございます。さあ飯康がですね、松平から徳川へ名前を変えたのはですね、永禄9年、1566年、25歳の時でございます。はいこの時ですね、松平から徳川へ苗字を変えると同時にですね、えー、本生の方もですね、源氏から藤原氏に変えるということも行っています。いや何ですか急に本生とか言われても分かりません。源氏藤原氏って何ですかってね。 思った方もももいるかもしれませんけども、えー、戦国時代、まあ、中世ね、えー、まではですね、まあ、もうちょっと、ね、江戸時代とかにもあるんですけどももともとねこう今は基本的にこう名字の名前だけじゃないですかね田中太郎みたいな、ね、名字だけ,な名,字だけな名字の名前だけなわけですけどもこの時代っていうのはですね、まあ、あるんですよいろいろ <laughs> ここを話すと長くなりますけども要はもともとの氏族っていうやつがあるわけですね源平桃吉ってねもともとその、えーね、こう天皇の、えー、一族ね、えー もともとは皇族だったところから進化、えー、になるって言ってね皇族から席を外して、えー、その天皇の家臣になるというところで、えー、源氏だったりとかね平氏だったり藤原氏っていうこう師、えー、が与えられてでそっからさらにこう人口が増えていってこうね、えー、もう呼び分けが難しくなってくるから、えー、その人が住んでる土地の名前とか名字になって、えー、北条っていうところに住んでるから北条っていう名字でね呼ばれるようになったりとかねあ,あとは門中所っていうところで働いてるからじゃああの人は門中所さんでみたいな感じでね もともとあった「源平凍吉」とかいうねそういう詩以外にも名字が名字を持つというねことになるわけですよね。この辺りがね現代と違うからちょっとね、まあ、あんまりこう戦国時代とか中世に馴染んでない、えー、方にとってはちょっと理解が難しいかなというふうに思うんですけども、まあ、要はこう、まあ、2つ名字があると思ってもらったらいいと思いますざっくりとね2つ名字があるわけですよ。でその松平っていう名字とさらにもともと源氏っていうね、えー、この源氏の一族だった。 のいややっぱり藤原氏ですと私の一族は藤原氏ですとです、ね、いうふうに変えたということがありましたなんでこんな複雑なことをやってんのななんなんどういうことなんですかという話なんですがこれはねこの時家康がどうしても名字を変えなきゃいけない姓を変えなきゃいけないという、ね、事情があったわけですこの25歳の頃家康25歳の頃ちょうどですね家康は三河国を平定しました今川家から独立するぞっつってで三河一国一揆か起きちゃって、ね、いろいろこう一揆起きてそんなの従うかっつっていうやつらを全部倒してですねで三河一国を統一して 正真正銘三河で独立でこの三河の国の主は私だというふうにねこうなったわけですね。ただですねこれはあくまでこう力づくで全て奪い取っていったものなのでやっぱりですねこう正当性がないわけですよね。なのでちゃんとこの三河の国を支配するのは私家康ですよっていうことをさらに自分より上位の存在に認めてもらうっていうね公認してもらうということでよりこの民のね信頼を得ようと思ったわけです。戦国時代なんでね 力こそが全てだろうと拳こそが正義だろうって、ね、思う方もいるかもしれませんけどもいくら強くてもですねやっぱりちゃんと、ね、その国のね偉い人たちに認めてもらってないと不安なわけですよね。本当に大丈夫なのこの人についてってみんな思うわけですからやっぱりちゃんと公認をねもらいたかったわけです。でそこで、えー、家康はではすね 三河の神というでですすねね朝廷が任ずる役職があるわけです、ね、三河の国をあなたがちゃんとね守ってくださいっていうね三河の神という役職があるんですよ。それに私を任官してくださいと私を三河の神とねその天皇が認めた三河の神というものにしてもらってですねそしたら民もねあ三河の神だから信頼できるということをみんな言うことを聞いてくれるから私を三河の神にしてほしいというふうに言い康は思ったわけです。 で、そこで家康はですね、えー、関白の近衛崎久にですね自分を三河の神に任官してほしいとね、いうことを言いに行きましたいきなり関白い,いきなり関白ですかと <laughs> いきなりめちゃめちゃビッグネーム出てきましたけどね天皇の右腕関白近衛崎久でございますはい近衛崎久にいきなりお願いしに行くんですけど、えー、なんでそんなビッグネームにね田舎者の家康がお願いできてんのって話なんですが、えー、どうやらですね、えー、三河の、えー、岡崎にある西岸寺というねお寺の住職太陽さんという方がいらっしゃいまして、まあ、この人が元々、えー、京都にね 京都にその西岸寺のね多分元の寺があってそこに勤めてて出身がねこの岡崎の方だっていうことでちょっと下校してきて、まあ、こっちでもねお寺開くよみたいな感じになったんだと思いますちょっと詳しいことは分かりませんけどもとも、まあ、かくです、ね、京にパイプを持っている西岸寺というねお寺の住職の太陽さんという方がいてこの人が家康と非常にね仲良かったみたいで家康がこの太陽さんにお願いしてちょっと近衛さんにね言ってもらえないですかねと。 えー、いうふうに言ってですね。で、えー、家康からこの、えー、太陽和尚を通して乾柏この先さんのところにそのね三河の紙に家康をね任官してあげてくださいと、えー、いうような、ね、依頼が入ったということになります。まあ本来なら、えー、武士はですねいきなりこんな えー関伯とかね、貴族にこうやってお願いするっていうことなくて基本的にはその室町幕府っていうね武家の棟梁がやってるこう幕府があるわけですから本当は室町幕府の将軍にお願いしてでそっから将軍からまあ天皇とかね、まあ、関白とか天皇にお願いして、えー、こういうね官位を授けられるっていうことが官職を授けられるということがあるんですけども。 この時ですねちょうど前年にですね永禄の変というですね、えー、なんと将軍足利義照が、えー、抹殺されるというね大事件が起きていましてこの時将軍不在なんですよね将軍がいないんですよ次の足利義明もまだ逃亡生活しててね将軍になってないので、えー、この時将軍が不在なんですよ将軍がいなかったので、えー、本来だったら室町幕府にお願いするところをですね直接お寺から関、えー、白の方にお願いしてで天皇に話が上がっていったということになりますただでですねねここで、えー、当時の、ね 天大木町天皇はこの話に難色を示しますえ松平家康を三河の神にいやちょっとそれどうなんだろうねと言い出すわけですねここで大木町天皇が難色を示したことで家康はですね松平の名字をですね変えなきゃいけなくなってしまいました一体で、ね、どういうねことがあったのかね後半で見ていきたいと思いますチャンネル登録よろしくお願いするでござる さあ三河の国を支配する正当性としてね三河守に任じられたいと思っていた家康ですけども、まあ、非常にね三河の神に任官するまでの道のりは長かったんですね。扇、はい、町天皇がなぜそもそもねその家康が三河の神に任官されることに難色を示したのかと言いますとですね松平という一族に問題があったわけですね。 これはあの松平氏とはというね動画をかつて出してますのでそちらも併せて見ていただければですねいろいろつながってくるところがあってねよりね、えー、面白いなというふうに思ってもらえるかと思うんですけどもこの松平氏というのはもともとは地方の豪族だったわけですね。羊、ま、はあ、よくわからんと。なんかまあ大工さん集団だったんじゃないかとかね言われてますけどねいろいろ家を建ったり道を整備したりとかね、まあ、そういうことをする職人集団だったんじゃないかとも言われてますけどもまあ羊はよくわからないわけですよ。源氏なのかね藤原氏なのかとね平氏なのかとそういうのもわからないわけです。はい 全然その関係ないところをね、もとそこに住んでた人はちょっとかかもしれませんでね。まあ、詳しいことはわからないんですけども、まあ、要は田舎者だったわけですね。はい、そんなね質のよくわからんね地方のね田舎者にいきなりね三河の神っていう貴族が本来なるものですから、その、えー、官職を授けるというのはどうなのと。 思ったわけですね代々と伝統がありますから朝廷もねそどこの馬の骨とも知らない奴にねいきなりその俺す,俺すげえ強えからよ感謝くれよとか言われてもあげられないわけですよねでそれ難色を示したわけですでここで、えー、家康はですねいやちょっと待ってください確かに 松平というのはですねちょっと地方のねもともとは豪族でちょっと出自がよくわからないかもしれませんけどもいやでも我々のご先祖様にですね近氏さんという人がいてこの人は立派な源氏なんですよね、いうことを言い出すわけです、はい、これもね松平氏とはのね動画で話しましたけどももともとその松平っていうね一族がいてでそこに婿養子という形でこの近氏さんという人が入ってでその子孫が家康になるわけですね。でこの近氏さんっていうのが本当は新田氏の流れを組んでた人なんだというふうに 言われています、はい、あの新田義、えー、沢とかもね有名ですけども、えー、源氏のね血を引いている、えー、新田義重の、えー、子孫であるというふうに言われてるんですよねこれもちょっとねどっからどこかはほんまか分かりませんけどね本当か分かりませんけども、まあ、それゆえにですね家康のおじいちゃんの松平清安も一時期世良田というね名字を名乗っていた時期がありますっってていいううののののはこの近藤さんの元々の苗字だったというふうに言われてます。 はい、これも正確な多分ねあのちゃんとした資料というものは多分ないと思うのであくまで言い伝えレベルの話だとは思うんですけどもともと世良田という名字だったと言われてますね。はい、でこの世良田っていうのはもともと徳川というね、えー、またこの徳川家康の徳川と,と漢字が違うんですけど江川ってね「江川」と書いて「徳川」っていう家の分、まあ、家書流だと言われています。でこの徳川という家が、えー、新田義成に連なっている新田義重の新田家の分家っていうふうに言われてますね。 で家康はその先祖の、えー、近藤さんの出自を言ってですね「いや私はその元を倒ってたら徳川なんですよ」だからなんとかなりませんかねとねそういうわけのわからん松平とかね地方のその豪族っていうわけじゃなくて徳川っていう一応ちゃんとしたその源氏に連なってる一族なんですよというふうにね言ったわけです、はいまあ、しかしやっぱりこれもですねえー、そんなこと言われてもと、えー、でも徳川って言われてもなとそもそも徳川自体が新田家の分家なんでだからちょっと あ,のあんまり前例がないわけですよね徳川っていう名字の人で、えー、貴族になった人っていうのがねいないしといくらその言ってもね徳川っていうのもそもそもねそんな、ね、すごい家でもないしなみたいな感じになっちゃったみたいですね。 だから新、まあ、田なんですって言ってたらまあもしかしたらね,ね通ったのかもしれないですけどね、まあ、やっぱり新田の嫡流ではないから新田を名乗りづらいというのはあったのかもしれませんけど、えー、その文系の、ね、徳川なら名乗りやすいと言ってことでこの辺は詳しいことは分かりませんがともかく家康は徳川であることを、えー、理由にですねなんとか三河守になれませんかと言ったんだけどもやっぱり徳川でもちょっと弱いと前例がないからね徳川っていう名字の人で、えー、何か貴族に、ね、なったと。 どっかの国士を務めたとかね、まあ、そういう人がいないからうんちょっとなみたいな感じになっちゃったらしいんですね、まあ、でもですねどうやらこの江崎久さんやねそれ以外のもいろんな貴族の人たちが、まあ、頑張って記録を探してくれたみたいなんですよね,うんねやることなかったんですかね <laughs> ちょっと分かんないですけど一生懸命いろいろ記録を探してくれてですねで「姉、えー、の公司家」という貴族の、えー、家にですね、えー、ある記録を見つけたらしいんですよ。 これもなんかねらそのないの浩次家の記録によるとですね徳川家も、えー、分家して分かれて2つにねこう流れが分かれてですね流派が分かれてその片方の方が、まあ、どういう戦いきさつかは分かりませんが、まあ、どっかに、ね、養子入りしたのか分かりませんけども、えー、藤原氏になったという、ね、ことが分かったみたいなんですよ。藤原氏になった一族もいたということが分かったらしいんですよね。 これも本当にねなんか繭、まあ、つばものというかね本当ですかって感じもするんですが見つけたらしいんですよね記録を。でこれをその貴族たちはこの江崎久さんに教えて「いやなんか徳川の名前で貴族になった人いるっぽいですよ過去にと」と、うん。だったらじゃあその藤原氏徳川を名乗れば、うん、なんとかできるかもしれないということで家康は松平の名字と源氏であるっていうねその本性の方も変更して藤原氏徳川家。 えー、自分のご先祖様の親戚の中にいたかもしれないと言われている藤原氏徳川家の、えー、じゃあ人間になりますということで藤原の徳川家康になったわけですそんなことが許されるのかっていう話なんですけどね大丈夫なのかそれでと大丈夫だったみたいですね <laughs> なのでこれかなり強引だというふうに思います、まあ、でも何としてでも扇町天皇を説得していろいろ理屈を言ってですね 理屈を言って、まあ、家康もの、ね、ご先祖様の親戚の中に、ね、藤原徳川っていうのがいるから家康も藤原徳川氏っていうことになれば、まあ、いいんじゃないですかということでそれで家康は、えー、三河の神に任官してもらうことに成功したというところがあったみたいですね。はいで ちょっっとと待ってくれよとこの徳川の漢字が我々の知ってる徳川と違うじゃないかって話なんですがこれは家康本人が、まあ、どういった理由がちょっと僕ね分からなかったんですけども変えたみたいですねだ公家公家さんの方の記録ではしばらくずっとこの「える川絵川」江川って書いた徳川で、えー、徳川家康っていうふうに書かれてるみたいですよね奥公家さん側の資料では、まあ、でも家康本人はこっちの徳川を使ってるので、まあ、なんかねこっちの徳の方がかっこいいじゃんみたいなことなのかねこっちの徳がある人と思われたいし徳にしようみたいなね、まあ、縁起担ごとかね これからら徳が大事だからみたいな,、まあ、なんかそういう思いが込められたのか分かりませんけども読み、まあ、はね徳は一緒で読みは一緒で漢字をこっちに変えたみたいですね本人がね、はい、でも、まあ釘の方からは、まあ、しばらくはねそんなこと知らないよって話なんでこっちの江川の方のね徳川で、えー、記,記録されていたんですが、まあ、後々こうね徳川家がどんどん大きくなっていって、えーまあ、家康がね征夷大将軍にもなるわけですから、まあ、その時にはもうこっちの家康本人が名乗ってた徳の方でね統一されていくということになるみたいです。はい、でちなみにですね 足利義昭さんですねその永禄の辺で殺されてしまった足利義明の次に将軍になった足利義昭ですねこの足利義昭は逆にですね家康のことを徳川というふうには認めていなくてしばらくですね松田へだと呼び続けていたみたいなんですよねいやなんでだよといや天皇が決めたことなんだからね別にいいじゃないかって話なんですがどうもですねへそを曲げてたみたいなんですよね義昭はね <laughs> なんかねここもなんか面白いなと思うんですけども、まあ、本来武家が そうやってね、えー、三河の神だとかね官職を授けられたりとかね、えー、するのはですねその室町幕府を通さなきゃいけないという,、ね、いう話を、ね、しましたよね。だから本来は将軍を通して申請することを、まあ、いくらその時将軍が不在だったからといってそれをもう無視していきなり関白に言ってるってどういうこと何事なのっていうふうに義明は思ったらしいんですよ。家、ま、康、あ、からしたらしょうがないじゃんって話なんですけども義、まあ、明からしたら「いやちょっと待っとけ」やと <laughs> ちゃんと室町幕府が復活するまで待ってからちゃんとその手続きしろやと。でしかも 義明との江崎久っってすすごいい仲悪かったらしいんですよね江久が反義明側の人たちと仲良くしてたから三好とかねそっち側と仲良くしてたからあいつはいけすかんっていう感じですよ実際自分が将軍になった時にね咲久をあの追放し合うみたいなことやってますので仲悪かったんでその近江崎久を通して、えー、三河の神に任官して明星徳川に変えた家康のことを認めたくなくてしばらく松平松平とね呼び続けていたみたいです書状の中とかでね「松平家康ちょっと来なさい」みたいな感じで、ね、書いたりとかしてるんですよ。 ししかしですねこ後にこの義昭が信長と反目してね、えー、敵対した頃ぐらいから義昭は、えー、家康のことを徳川ってね呼んであげてるんですよね。 信長と仲たいしたから、まあ、信長以外のねとにかく誰でもいいからみんな仲間になってくれ信長本意も作るぞみたいなことやってる人ですからまあそうとね家康も自分側に信長を見かけて自分側についてくれみたいなね思惑があったのかもしれませんちゃんと徳川って認めてあげるから仲良くしようねみたいな、ね、ことを言い出すわけですよねこいつは本当になと思いますけど <laughs> まあそれがね、まあ、僕の義明の、ね、好きなところではあるんですけどもまあそういうね人間らしいというかね、まあ、俗っぽいエピソードもねあったりとかもします。はいというわけで家康の徳川改正についてのお話でございました。 ねえなかなかなんかさ「えー、そんなことが大事なの?」ってね「えー、な,なんかもうよくわからんのだけど別にいいんじゃないの?と」と実際問題家康がもう力でね支配しちゃってるんだからそんなの好きにさせてやりゃいいのにって思うかもしれませんけどまあやっぱ我々とは全然ね常識も違うんでしょうね。まあでもね現代でもやっぱり大義名分とかねちゃんとその公認みたいなねめっちゃ大事ですよね。ものまね芸人さんとかでもどんだけものまねがめちゃめちゃ上手で面白くてもさ ご本人がすげえ嫌がってるみたいなこと言ったらなかなかテレビでできないわけですもんねでもご本人さんが公認してねいい面白いじゃないかやれないよみたいな感じで、えー、なればですねどんどんテレビも出れるみたいなねことがあると思うんですよねだからやっぱり公認って大事なんですよね <laughs> こうモノマネ芸人さんに例えていいのはちょっとわかんないですけどねやっぱ公認って大事なわけですよだからやっぱり家康は何としてもね苗、えー、字を変えてでも源氏を変えてね藤原氏になってでも、えー、この時は三河の神の感触が欲しかったと、えー、いうことで、ね、ございます で後にねその正義大将軍になった時にはまた源氏に、えー、戻してるんですよね、うん、これは多分ねそのもともとやっぱ自分は源氏だっていう,、ねえー、いう意識もあるしあの鎌倉幕府を開いた えー、源の頼朝、ね、室町幕府を開いたのも、えー、足利尊氏、えー、ですからねその源氏の人間が幕府っていうのを開いてきてるわけですから、まあ、そこにねあやかって、えー、やっぱり源氏で行こうという風に、ね、してもうその時は天下人だからね誰も文句言わないみたいなことでまた源氏に戻せたのかなという風に思いますけどね。以降は、えー、源氏、えー、源氏の家康としてねそして代々ね徳川家の、えー、将軍たちもちゃんとね源氏を名乗っていくということになります。 まあこういった戦国時代のね、ルールみたいなものをね、学んでいくっていうのもね、まだちょっと新しい、ね、実際のその、ね、歴史の勉強っていうかね、その受験勉強とかだとなかなかあんまりね、役に立たないかもしれませんけども、実生活にもね、役に立たないかもしれませんけども、まあ、こういうのを学んでいくのも、ね、非常に面白いろいのかなと思いましたのでね、まあ、なんかこういうことについて気になるとかね、これについて教えてくださいみたいな、ね、ものがあればですね、ぜひコメント欄にもね、コメントお願いします。す、ま、べ、あ、てを、ね、リクエストに答えられるわけではないですけどね、えー、よろしくお願いいたします。それではままたお会いしましょう。さらばじゃ